まったく深い森ね。気を抜くと魂が吸い込まれそう。ああ、なんかこう感じるものがあるな。団長の言ってたこと本当なのかもね。半信半疑だったけど。この森の奥に住むという魔女を倒すか。何にせよそれが団長から下された俺たちの使命だ。そして俺たちはその使命を果たさなければならない。そうね、全ては大義のため。そうだ、大義のためだ。こんなところに城が。ここじゃないの？私たちのお目当てがいるのは。行くか。暗い森の中、二人の戦士がさまよっていた。彼らは草むした古城を見つけると、おずおずと中へと入っていった。そこが彼らの目的地だった。彼らは彼らの使命を果たすために、この城へと来ていた。だが、彼らの使命は、これから始まる運命の前では、単なる序幕に過ぎなかった。気配を感じる。誰かいるわね。魔女か。正確には違いますけど。誰だ。あなた方の標的です。魔女自らお出迎えなんて、随分と丁重なおもてなしね。もうひっそり背後からってのもつまらないでしょ。こちらもそれなりに盛り上がっていきたいわけよ。もう一人。ちょっとリリアもいるんだからね。三人の魔女か。よし、大義のため撃たせてもらう。大義？大義なんてもんがあるんだ。もう前置きはいいからいいから、始めましょうよ。3対2か。少々分が悪いか。いえ、2対1です。さあ姫様。また出てきたか。このお方こそあなた方が言うところの魔女です。私たちはそのしもべでしかありません。そばに付き従う影のようなもの。つまりあんたらは手を出さないと。ええ、直接には。んじゃ行こうか姫様、宴はここからだ。キュフー。
落ちなさい。